最近力を入れている研究は、政府による民間への経済政策などに関する情報伝達はどのようにあるべきかというものです。情報公開が叫ばれている今、政府がどのようにして経済政策に関する将来の情報を開示すべきかについて社会の関心は高まっていると考えています。例えば中央銀行はどのように将来の経済情勢やそれに応じた政策対応を伝えていくべきか、すなわちフォワードガイダンスをどのように行うべきかということです。民間に比べ政府は経済情勢や自らの政策についてより詳細な情報を有していると考えられます。そのような状況において政府は常に情報を開示することにコミットした方が良いのか、それとも経済構成の最大化を目的とする善良な政府であっても情報をよりすぐって伝えるインセンティブがあるのかどうかといった点について分析しています。中央銀行や政府は将来についてより詳細な情報を持っています。こういった情報を伝えるべきか否かといった規範的すなわちノーマティブな点は考えられることがほとんどなく、将来について政府が伝えた場合にこれを民間が完全に信じると経済はこのように変化するという現実解明的すなわちポジティブな点にフォーカスしたものがほとんどとなっています。こうした状況の中で効率的な情報伝達が可能なのかといった問題意識は新しいものだと思っています。好奇心を持って望めるトピックに挑むことが一番重要だと常に思っています。一方で社会科学の研究はある程度は政策インプリケーションを持たないと存在意義が小さいものになるとも考えています。自然科学ほど社会科学ではシャープな予測や効果を見出すことはできません。このため社会科学で大切なのは政策形成に役立つコンセプトを提示することだと考えています。先ほど述べたような研究は現時点で使える政策手段が乏しくなりつつあり、将来の経済政策へのコミットメントに依存の高まる中央銀行や将来について財政再建の道筋を示す必要のある政府が経済構成を高めるためにどのようにして情報伝達方法をデザインすればよいかという点に答えることで社会に貢献できると信じています。教職に就く前は中央銀行員として働いていましたので、その経験を生かし将来への経済政策に少しでも役立てる研究を行うことを心がけています。